モナリザはイタリアの美術家レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた油彩画。上半身の実が描かれた女性の肖像画で世界で最も知られた、最も見られた、最も描かれた、最も歌われた、最もパロディ作品が作られた美術作品と言われている。ポプライターに油彩で描かれた遺体で1503年から1506年に制作されたと考えられている。は フランス王フランソワは一世が購入した作品だが、現在はフランスの国有財産であり、パリのルーブル美術館が常設展示をしている。しばしば謎と表現される画題の不確かさ、スケールの大きな画面構成、立体描写の繊細さ、騙しえめいた雰囲気など、様々な点において斬新であった。この作品は現在に至るまで人々を魅了し続け、 研究の対象となってきた。この作品がモナ・リザと呼ばれているのは16世紀のイタリア人、芸術家、電気作家、ジョルジョ・バザーリの著書、画家、彫刻家、建築家列伝のレオナルドはフランチェスコ・デルジョ・コンドから妻、モナ・リザの肖像画制作の依頼を受けたという記述が元となっている。イタリア語のマドンナは私の貴婦人を意味し短縮型で、 モナと綴られる。バザーリが著作に書いているように、モナが伝統的な綴りではあるが、現代イタリア語では、マドンナの短縮型はモナとなることが多い。従って、モナリザを現代イタリア語で綴るとモナリザとなるが、世界の多くの言語では一般的にモナリザと綴られている。ハイデルベルク大学で発見された。 フィレンツェの役人だったアゴスティーノ・ベスプッチが1503年に記した書き込み。レオナルドがリザデルジョコンドの肖像画を制作しているという内容が書かれているレオナルドの伝記が書かれたバザーリの著書、画家、彫刻家、建築家列伝は、レオナルドが死去した31年後の1550年に出版されたものである。そして現在に至るまで、 モナリザの来歴やモデルの特定などの情報源としては、この画家、彫刻家、建築家列伝が最もよく知られた文献資料となっている。2005年にドイツのハイデルベルク大学図書館の研究者が、大学の蔵書である1477年に出版されたキケロ全集の余白部分にラテン語の書き込みを発見した。この書き込みは、 レオナルドの同時大臣でフィレンツェの役人だったアゴスティーノ・ベスプッチが1503年に記したものでベスプッチはレオナルドを著名な古代ギリシアの画家アペレスに例える文章を書いた人物だったベスプッチの書き込みにはレオナルドがリザデルジョコンドの肖像画を制作している最中であることが1503年10月という日付とともに記されていた二千四年に実施された 赤外線分析の結果からも、モナリザの制作開始年が、ジョコンドが次男を出産した1503年頃だと言われている。レオナルドが1525年に死去する際に、弟子のサライに、ラ・ジョコンダという題名の肖像画を依存したことが、サライの個人的覚書に記されている。イタリア語の、ジャコンドは、幸福や、陽気なを意味する。ラ・ジョコンダは、モデルのせいであると同時に、 幸せな人を意味するラジャコンドの語呂合わせにもなっている。モナリザのモデルであるリザ・デルジョコンドは、フィレンツェとトスカーナに起源を持つゲラルディーニケの出身で、フィレンツェの裕福な絹商人、フランチェスコ・デルジョコンドと結婚した。フランチェスコが、モナリザの制作をレオナルドに依頼したのは、デルジョコンド一家の新居引っ越しと、ジナ・アドレアの出産祝いだったと考えられている。 レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像赤パステルで1512年から1515 15年頃に描かれた。レオナルド・ダ・ヴィンチがフィレンツェでモナリザの制作を開始したのは1503年か1504年である。レオナルドと同時大臣のジョルジョ・バザーリは制作に4年を費やしたが結局未完に終わったと記している。晩年のレオナルドは ただの一作も完成させることができなかったとも言われている。1516年にレオナルドはフランスをフランスは一世の招きに応じてフランスを訪れフランスは一世の巨匠アンボワーズ城近くのクルーの館に移り住んだ。この時にレオナルドはモナリザもフランスへ持参しフランスでもモナリザに過失し続けたと考えられている。 レオナルドは1519年に死去し、モナリザは他の作品と共に弟子のサライが相続した。その後、フランス王は一世がモナリザを4000英で買い上げ、ルイ14世に寄贈されるまで100年以上、フォンテーヌブロー宮殿に所蔵されていた。ルイ14世はモナリザを自身が新たに王宮に定めたベルサイユ宮殿へと移した。フランス革命後、モナリザは ルーブル美術館の所蔵となったが、ナポレオン一世がフランス皇帝だった時には、チュイルリー宮殿のナポレオン一世の寝室に飾られていたこともあった。1870年から1871年に起こった、夫婦戦争時には、ルーブル美術館からブレストアーセナルに移されている。また、第二次世界大戦時には戦火を避けて、アンボワーズ城、ロクデュー修道院。 シャンボール城を転々とし、最終的にモントウガンのアングル美術館に収められている。モナリザが盗まれたルーブル美術館サロン彼の展示場所。モナリザの名声は1911年8月21日にルーブル美術館から盗まれた時にさらに上がった。盗難にあったのが発覚したのは翌日の8月22日でフランス人がカルイベローがモナリザをスケッチするために モナリザが公開されているサロンカーを訪れた。しかしながら、モナリザが展示されているはずの場所には額縁を固定する釘が残されているだけだった。ベローは警備責任者に連絡したが、この警備責任者は、モナリザは宣伝に使用する写真撮影のために移動させられているだけだと思い込んでしまった。数時間後、ベローが美術館の担当者に再度確認したところ、 モナリザには写真撮影の予定が入っていないことが分かり、モナリザが盗難に遭ったことが発覚したのである。ルーブル美術館は捜査に協力するために一週間閉館となった。ルーブル美術館など燃えてしまえと言い放ったことがあるフランス人詩人ギオーム・アポリネールに盗難の容疑がかかり、アポリネールは逮捕、投獄された。この時アポリネールは友人だったパブロ・ピカソに助けを。 求めようとしたが、ピカソも事件への関与が疑われ、尋問のために警察へと連行された。証拠不十分で両者ともに釈放されているが、後にアポリネールもピカソも全く事件とは無関係だったことが証明されている。モナリザの再発見については、悲観的な見方が大半だったが、事件発生から2年後に、かつてルーブル美術館に雇われたことがある。 イタリア人ヴィンセンツォ・ペルージャが真犯人であることが判明した。ペルージャはルーブル美術館の開館時間中に入館し、清掃用具イレの中に隠れていた。ルーブル美術館の閉館後に隠れ場所を出て、モナリザを外し、コートの下に隠して逃走したのである。ペルージャはイタリア愛国者であり、イタリア人レオナルドの作品はイタリアの美術館に収蔵されるべきだと信じていたと、 される。また、新作のモナリザが失われれば、複製画の価格が高騰すると持ちかけられたことも、動機となっているという説もある。ペルージャは2年間にわたって、自身のアパートにモナリザを隠していたが、フィレンツェのウフシチ美術館館長にモナリザを売却しようとして、逮捕された。イタリアに持ち込まれていたモナリザは、そのままイタリア中で、 巡回展示された後、1913年にルーブル美術館に返却された。ペルージャはイタリアで裁判にかけられたが、愛国者であると称賛され、投獄されたのは6ヶ月に過ぎなかった。第二次世界大戦中には戦火を避けて、ルーブル美術館からアンボワーズ城、ロクデュー修道院、さらにシャンボール城へと移され、最終的に門頭版のアングル美術館に収められた。 1956年には観客から賛を浴びせられ、画面下部に大きな損傷を受けたことがあった。さらに、同年12月30日に、ボリビア人青年がモナリザに石を投げつけた。これによって、画面左下部の顔料がわずかではあるが剥落し、修復されている。損壊事件が相次いだことから、モナリザは防弾ガラスのケースに収められた。 1974年4月には東京国立博物館に貸し出し展示されていたモナリザが美術館の身体障害者への対応に憤った足の不自由な女性に赤色のスプレー塗料を吹き付けられたがモナリザは無事だった2009年8月2日にはフランス市民権取得を拒否されて旅を失ったロシア人女性がルーブル美術館の土産物屋で購入した素焼きの コップをモナリザに投げつけたが、防弾ガラスに収められていたモナリザへの影響はなかった。画面背景右上の拡大画像。モナリザの女性像はシンプルで安定感のある三角形の構図で描かれており、重ねられた両手が三角形の底辺を構成している。胸、首、顔、手は光源を同じくする光に照らし出され、光の効果が丸みを帯びた。 様々な表情を女性に画面に与えている。レオナルドは、雑する聖母マリアが描かれた、当時の典型的とも言える構成で、モナリザの女性を描いている。レオナルドが、このような構成で、モナリザを描いたのは、この女性像と作品の鑑賞者に、距離感を持たせる効果を意図していた。サワンが乗せられた椅子の肘掛けが、モナリザと鑑賞者とを隔てる役割を担っている。 女性は背筋を伸ばして座り、重ねられた両手は控えめな立ち振る舞いを意味している。視線はまっすぐに干渉者に向けられ、この静質な空間を共有することを歓迎しているかのように見える。光に照らし出された明るい顔は髪の毛、ベール、陰影などの暗い部分によってさらに強調されている。女性の顔はレオナルドが用いた 新たな技法によって不思議な表情を与えられている。輪郭を描くのではなく、主に広角と目周辺を表現するスフマートの技法で女性の顔が描かれている。現在ルーブル美術館が所蔵するラファエロのバルダッサーレカスティリオーネの肖像は、1514年から1515 15年頃に描かれた絵画で、間違いなくモナリザの影響を受けている作品である。 重ねられた両手の拡大画像。結婚指輪は描かれていないが、レオナルドはこのポーズでリザを描くことによって、高潔で低粛な婦人を表現している。モナリザは空想的な風景を背景にして、一人の座る女性を描いた最初期の肖像画の一つである。レオナルドは空気遠近法を海外に取り入れた最初の画家の一人でもある。この謎めいた女性は、 暗色の柱に支えられた、開かれたロッチ屋の中に座っている。背景にはうっすらとした、凍てついた山並みなど広大な風景が描かれている。曲がりくねった工事と円形の橋には、一人の人影も、見えない。官能的に波打つ髪と衣服は、うねるように表現された背後の谷や川と調和している。ぼやけた、輪郭、優美な女性像、明暗の劇的な対比、 そして性質さに満ちた雰囲気は、レオナルドの作風の典型とも言える。レオナルドが成し得た、女性像と空想上の風景との融合表現が、モナリザが伝統的な肖像画なのか、それとも実在の女性ではなく、理想的な女性を表現したものなのかという議論の原因ともなっている。モナリザに描かれている女性や風景については、様々な憶測がある。例えば、 15世紀後半の美的感覚、さらには21世紀の美的感覚に照らしてもモデルの女性が美しくは描かれていないことから、レオナルドは忠実にモデルの女性を写し取ったと考えられるなどといった説がある。また、ヤシロ・ユキオのようにモナリザの背景に描かれている風景画が中国の山水画の影響を受けていると主張する西洋美術師やもいる。しかしながら、 これらの推測には確たる証拠がないため異論も多い。モナリザが制作されて以来500年以上が経過しているが、1952年に開催された美術品に関する国際会議でこの絵画の保存状態は極めて良好であるとされている。これは過去に様々な修復が入っていることにも一因がある。1933年にマダム・ドジロンドが 初期の修復者たちが細部にわたるまで最新の注意を払って修復作業に当たった痕跡が見られるとしている。16世紀の終わりまでには画肌保護のために表面に土布されていたワニスが劣化し画面全体が黒ずんで見えていたが1809年に大胆な修復が実施された。この時の修復作業では画肌最上部のワニス層が除去されており 修復洗浄の結果が面全体に王子の明るさが取り戻されている。モナリザは過去の歴史を通じて非常に適切に保管されてきた作品である。支持体に使用されているポプライタの反りがキュレータたちのちょっとした悩みになっていたが2004年から2005年に実施された修復では将来のモナリザの状態も問題ないだろうと言われている。ルーブル美術館 スノンヨク二回展示出録国家の間の2013年現在モナリザが収められている建築家ロレンゾ・ピケラスが設計した防弾ガラス製のケースモナリザの支持体となっているポプライタは湿度の影響により歪みや反りが生じたことがある過去にポプライタの歪みによって画面上部にひびが入り女性像の髪の部分にまでひび割れが及んでしまったことがある この歪みを強制するために、18世紀半ばから19世紀初頭に、かけて2点のクルミ材製の固定具が、作品の背面に差し込まれた。ポプライトの厚みのおよそ3分の1の深さまで、この固定具を差し込むという、非常に高度な技術が必要とされる作業だったが、この修復は成功し、日々の状態は、安定した。また、1888年から1905年に、 かけてのいずれかのタイミングで、おそらくは、東岸中に上部の固定具が脱落している。さらに、第二次世界大戦中に不適切な保存下に置かれていたために生じた歪みへの対応と、レオナルド生誕500年記念展覧会に出品される準備として、モナリザは、ブナ材の横着がついた弾力性のある多くの額縁に収められた。この額縁は、 それ以上ポプライターが歪まないように圧力をかける機能を持っていた。1970年にはブナ材の横木が虫による食害にあっていることが発見され、黄木の素材がカエデ材に交換されている。さらに2004年から2005年に保存委員会がカエデ材の横木からプラタナス材の横木に交換し、さらに科学的な歪みの測定に基づいて、 金属製の横木も追加した。モナリザはそれぞれ時代の流行に応じて、様々な額縁に収められてきた。サイズを額縁に合わせるために、ポプライタの端が削られたことはあるが、顔料が塗布された絵画部分には削られた箇所はない。現在、モナリザが収められている、防弾ガラスのケース内部は厳格な制御がなされており、湿度は50%プラスマイナス10%、 温度は18度から21度に保たれている。さらに、湿度の変動を防ぐ目的で、シリカゲルもケース内に入れられており、相対湿度を55%に保つ一助となっている。記録に残っている、モナリザに対する最初の活つ最とも大規模な修復が実施されたのは1809年のことである。この時の上流アルコールによる洗浄、ワニスの塗り直し、 画質など一連の修復作業の指揮を取ったのは、当時ナポレオン美術館と解明されていた美術館の絵画修復責任者、ジャンマリー・フストゥルだった。1906年にルーブル美術館の修復担当者、ウジェーノ・デュニザールが、ポプライトのひび割れによって荒れた画ダ部分に水彩顔料で修復画質を行っている。また、デュニザールは古い額縁では隠れていた。 画面端部分のワニスの修復も行っている。盗難にあっていたモナリザがルーブル美術館に戻された1913年にもドゥニザールが修復作業の責任者に任命された。この時ドゥニザールは特殊な溶剤を使用しない洗浄作業を指示し顔料が欠落していた箇所に対して水彩顔料によるわずかな過失で修復作業を終えている。 1952年には画面背景部分を覆っていたワニス層の表面を滑らかにする修復が行われた。1956年に観客によってサムが浴びせられた時にはジャンガブリエル・グーリナが修復を担当し損害を受けたモナリザの左腕部分を水彩顔料で修復加湿している。学術的な保全、記録、調査を受けた後の2005年4月6日にモナリザは 国家の間に展示場所が移された。この展示室で温度、湿度などが制御された専用の収納場所に防弾ガラスに守られて公開されている。モナリザを収蔵するためのサルでゼタの改築には日本テレビが資金を提供した。当時会長だった宇治家誠一郎はその功績によりレジオンドヌール勲章を授与された。毎年およそ六百万人の観客が モナリザを見るためにルーブル美術館を訪れている。木炭と赤木のレオナルドが描いたと言われるモナリザの収作がニューヨークのハイドコレクションに所蔵されている。モナリザはルーブル美術館で最も集客力がある所蔵品となっている。2010年撮影。美術史家ドナルド・サスーンがモナリザの評価が高まっていく様子をまとめている。世紀半ばには テオフィル・コーティエラ・ロマン派詩人たちがモナリザのことを運命の女と表現している。モナリザは読者が好き勝手に読み解くことができる書物のような作品だ。彼女は宗教的イメージではなく、この絵画に心惹かれる文学趣味の観客の多くは男性である。彼女は尽きることのない幻想的な女性として男性たちを魅了しているとした。 20世紀にモナリザが盗まれた時には様々な模造品、製品、風刺文、憶測の引き金となり300点の絵画と2000に及ぶ広告が生まれた。モナリザがアメリカに持ち込まれてワシントン DC のナショナルギャラリー・オブ・アートで公開された時にアメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディと共に撮影した写真。1963年1月8日。 ルーブル美術館を訪れる入館者の多くは、およそ15分間、モナリザの前で足を止める。20世紀になるまで、モナリザは、多くの絵画作品の中の一つに過ぎず、世界で最も有名な絵画というわけではなかった。1852年時点で、ルーブル美術館所蔵品の総市場価値は9万フランだったのに、対し、ラファエロの創作品の市場価値は60万フラン。 以上だった。1878年に両校案内書ベデカーがルーブル美術館が所蔵するレオナルドの作品中、最も素晴らしい作品という評価を残している。1851年から1880年の間にルーブル美術館を訪れた芸術家たちは、ムリーリョ、コレッジョ、ベロネーゼ、ティツヤアーノ、グルーズ、プリュードーンらの作品を模写しているが、 これら芸術家たちのうちおよそ半数がモナリザの模写も手がけている。1962年12月から1963年3月にかけてモナリザはアメリカ合衆国に対応されてニューヨークとワシントン DC で公開された。また、1974年には東京とモスクワでも公開されている。1962年からのアメリカでの公開前に モナリザに保険をかける目的で評価額換算が行われた。その結果、1億ドルという査定額が下されたために、この高額な保険の引き受けでは皆無となってしまい、保険に多額の金をつぎ込む代わりに保安監視に予算が当てられることとなった。21世紀以降で、かつてモナリザに付けられた1億ドルという価格を上回って取引された絵画作品は、 複数存在する。2006年6月に、グスタフ・クリムトのアデーレ・レブロッホ・バウアーの肖像、愛が1億3500万ドルで、2006年11月に、ミレム・デ・クーニングのオンナ・スリーが1億3800万ドル、ジャクソン・ポロックのナンバー5、1948が1億4000万ドル、ポール・セザンヌの連作、 カード遊びをする人たちのうちの1.2点が2億5000万ドルで、それぞれ売却されている。これらの作品は単純な価格比較においては、モナリザを超えているが、アメリカの消費者物価指数で換算すると、1962年の1億ドルは2010年の7億2000万ドルの価値があると言える。モナリザには、様々な考察や推測が存在している。バルチモアのウォルターズ美術館が所蔵する、 モナリザの最初期の模写作品、両端に柱が描かれている。レオナルドの死後、モナリザの画面両端が切り落とされたのではないかという根強い説がある。これは初期に模写された何点かの絵画作品の画面両端に柱が描かれており、現在のモナリザには柱の基部しか存在していないためである。しかしながら、マーティン・ケンプのように、 モナリザの画面両端は切り落とされてはおらず、模写に描かれている柱は単に付け加えられただけだと、する美術師やもいる。2004年から2005年にかけて、各国の39名の専門家によって綿密な科学的調査が、モナリザに実施され、模写に見られる柱は模写の制作者に付け加えられたというケンプラの説が支持されるようになった。この時の調査で、 額縁に隠れたモナリザの上下左右の端には余白部分があることが判明している。この余白部分には下塗りに用いるジェッソが塗布されており、一部顔料も残っている。モナリザ製作当初から存在する余白であり、両端が切り落とされた結果生じた余白ではないと考えられている。イタリアのトスカーナの渓谷地帯バルディケアーナにはモナリザの背景に描かれているのは、 当地の風景であるという昔からの伝承がある。2011年に出版された専門誌カルトグラフィカにもモナリザの背景とバルディキアーナの地形が合致する部分があるという記事が掲載された。マドリードのプラド美術館が所蔵するラジョコンダ。レオナルドの弟子がモナリザと同時期に描いた模写だと考えられている。レオナルドが描いたモナリザには 複数のバージョンが存在するとも言われている。アイルワースのモナリザとして知られる作品の所有者は、アイルワースのモナリザこそがオリジナルのモナリザであると主張している。2012年9月27日にチューリッヒの美術財団法人が、アイルワースのモナリザは35年に及ぶ専門家の調査の結果により、レオナルド作と結論付け、モデルはルーブル美術館の モナリザよりも10歳ほど若い。未完成品で、レオナルド以外の人物が仕上げたと発表した。この、アイルワースのモナリザは40年間にわたって、スイスの銀行の貴重品保管室に保管されていた絵画である。2012年9月27日に公開された、この作品が、レオナルドの新作であるとする専門家と、模写だとする専門家の両方が存在している。 バーノンコレクションも自身が所蔵するモナリザが初期バージョンであり、バーノンのモナリザにはルーブル美術館のモナリザの終作といえる部分があると主張している。他にも第5代リーズー・フランシス・オズ・ボーンが所有していた作品で1790年頃にイギリス人が家ジョシュア・レーノルズの自画像と交換された1616 16年頃に描かれたモナリザがある。 レイノルズは自身が入手したこのモナリザがレオナルドの新作であり、ルーブル美術館のモナリザは模写だと信じていたが、現在ではレイノルズの考えは否定されている。しかしながら、モナリザが描かれてから約100年後に模写されたレイノルズのモナリザはルーブル美術館が所蔵するモナリザよりも当時の鮮やかな色合いを現在に伝えている点で、 価値のある作品となっている。現在は個人像となっているレーノルズのモナリザだが2006年にロンドンのダリッジピクチャーギャラリーで一般公開された。2012年1月にマドリードのプラド美術館がレオナルドの弟子、それもおそらくはレオナルドと非常に近しい弟子が描いたモナリザの模写を発見し完璧に近い修復を実施したと発表した。 プラド美術館のモナリザはワニスがひび割れ、経年変化で謳歌している、現在のルーブル美術館が所蔵するモナリザよりも制作当時の外観をよく止めていると考えられている。レオナルドの弟子さらいが描いた羅針のモナリザ、モナリザには描かれている女性が羅針で、表現されている模写も何点か存在している。これらの作品から、 レオナルドが描いた羅針のモナリザが存在していたのではないかとする説がある。羅針のモナリザの模写と言われている作品には以下のようなものがある。レオナルド自身がモナリザの終作として描いたと言われることもあるデッサン。モナリザに描かれている女性が浮かべている謎めいた微笑は幾度となく多くの議論の的となっている。 その微笑みは純真で魅力的だと形容されることもある。また、ダヴィンチの生きた時代のヨーロッパでは、キリスト教に権力が集中していた時代で、笑うことは、癒しい人間の行う振る舞い、または、精神が錯乱した異常者の行いとして伏別され、誰もが自分の笑顔を隠しながら生活をしていた時代であった。多くの研究者が、なぜ、モナリザの微笑が、 人々の心を魅了し続けるのかを明らかにしようとしてきた。研究者による解釈の幅は人間の知覚における科学的な理論からモナリザに関して言われ続けてきたモデルの特定や作品の雰囲気の謎が影響しているというものまで様々である。ハーバード大学教授マーガレット・リビングストンはモナリザは単位あたりの情報量である空間周波数が低く描かれているため モナリザは遠くから見るか、周辺視野も活用して見るべきだとする。例えば、モナリザが浮かべる微笑は、口元よりも目のあたりを見た方が、より印象的に見えるとしている。サンフランシスコのスミスイコールケトルウェル、視覚研究所の研究者、クリストファー・テイラーとレオニード・コンツェビッチは、モナリザの微笑が様々な印象を与えるのは、視覚系の働きに個人差があるためだとしている。 ブラウン大学の非常勤教授、ディナ・ゴレディンは、モナリザの謎めいた美少は、豊かな表情筋によるものだと主張している。この豊かな表情筋の効果で、観客は無意識に、モナリザの美少を拡大解釈し、観客それぞれが、モナリザの美少から受ける、かすかではあるが確かな感情を想起されるのだとしている。ボッティチェッリが四百七十年頃に描いた妊婦の肖像画。 エスメラルダ・ブランディーニの肖像。モナリザの女性が着用しているのと同様の半透明のシャノベールが描かれている。2004年にカナダ国立研究機構がモナリザの赤外線3次元分析を実施したが、ガハタに塗布されたワニスの経年変化のために詳細部分の解析は困難を極めた。この赤外線分析で得られたデータから フランス美術館研究修復センターのブルーノ・モッタンはモナリザの女性が身につけている半透明のシャノベールがグアルネロと呼ばれる妊娠中あるいは出産直後の女性が使用していたものだと結論付けたよく似たグアルネロがボッティチェッリの1470年頃の作品エスメラルダ・ブランディーニの肖像にも描かれている現在ロンドンのビクトリア アルバート博物館が所蔵する、この作品は妊婦を描いた肖像画である。さらに、赤外線分析によって、モナリザに描かれている女性の髪が無造作に下ろされているのではなく、後頭部でボンネットないし、髪留めピンのようなものでシニョンにまとめられていることも判明している。16世紀では、無造作に下ろした髪は、未婚の少女か娼婦の髪型だとされていた。 この発見により、モナリザのモデルとされるリザデルジュコンダが、既婚女性なのに、おろした髪型で描かれているという矛盾点が解決された。また、この赤外線分析のデータから、レオナルドが用いた技法を明らかにし、現在の保存手法が継続された場合にはわずかでは、あるが状態が劣化する可能性があることも指摘した研究者もいる。2006年にも、モナリザに、 科学分析が実施された。赤外線カメラによる精査から、制作初期のモナリザにはボンネットをつけて束ねられた髪型の女性が描かれていたが、制作過程のどこかの時点で、レオナルドが現在の髪型へと変更したことが判明している。モナリザには、まつ毛も眉毛もはっきりとは描かれていない。このことについて、当時の上流階級の夫人たちは、 まつげや眉毛が見苦しいとして、すべて抜いているのが普通だったとする研究者もいる。2007年に、フランス人技術者、パスカルコットが、超高解像度カメラによる調査の結果、元々のモナリザにははっきりとしたまつげと眉毛が描かれていた、痕跡が見つかったと発表した。そして、おそらくは角の洗浄修復のために、年を経るうちに、両者ともに消えてしまったのではないかとした。 コットは高解像度カメラによって24枚の拡大写真を撮影し、左目の上に1本の細い眉毛を描いた筆跡を発見したとし、たとえわずか1本の眉毛であっても、レオナルド・ダ・ヴィンチが眉毛とまつ毛を描いていたという確かな証拠と言えるとしている。モナリザが低質な洗浄修復を受けた際に、眉毛が薄くなっていったか、不注意にも除去されてしまった可能性があると主張した。 さらにコットは制作当初の女性の両手は現在のモナリザとは微妙に異なる位置で描かれていたとも述べている。また、モナリザを X 線にかけたところ、レオナルドは最初に描いた眼差しの上に少なくとも1回以上異なった眼差しを上塗りしたことがわかっている。モナリザとレオナルドの自画像との比較。 モナリザに描かれている女性に関して様々な説が唱えられてきた。上覚障害者、モニフクス夫人、高級娼婦人類の恋人、画家が患う神経症の産物、梅毒患者、伝染病患者、麻痺患者、失病者などである。2010年1月にはパレルモ大学の解剖病理学教授、ビトー・フランコがイタリアの新聞、ラスタンパに、 モナリザに関する記事を寄稿した。そして、フィレンツェで開催された医学学会で、モナリザに描かれている女性には、コレステロール過多症の原因となる脂肪酸の明らかな蓄積が見られると指摘した。さらにフランコは、女性の右目には、脂肪種らしき症状も見られる、ともしている。専門家や愛好家の間では、リザという名前で呼ばれていた、レオナルドの絵画作品は、 少なくとも4点存在すると考えられており、リザデルジョコンドが描かれているのは、ルーブル美術館が所蔵しているのとは別の、モナリザだと主張する研究者もいる。描かれている女性の特定にも様々な説があり、リザのモデルではないかと言われた女性は10名以上の名前が挙げられている。ミラノ公妃、イザベラ・ダラゴナ、ミラノ公の愛称、チェチーリア・ガールレラーフランカ・ビラ公爵夫人、 コンスタンツァダバロス、マントバコーヒー、イザベラデステ、パシフィカブランディーの、イザベラグアランダ、カテリーナスフォルツァ、レオナルドの母カテリーナ、さらには、レオナルド自身だという説もある。モナリザとレオナルドの自画像との合成画像。オーストラリア人芸術家、スーザン・ドロテア・ホワイトは、微笑みの解剖学、モナ、リザの頭骨と、モナリザの噛み合わせで、 モナリザに描かれている女性の頭蓋の形状が解剖学的に男性のものと告示していると指摘した。ベル研究所のリリアン・シュワルツは、モナリザは実質的にはレオナルドの自画像ではないかと主張している。モナリザをデジタル解析した結果、モナリザの女性の表情と自画像のドローイングの表情とが一致することが分かったとした。しかしながら、シュワルツが 比較対象としたドローイングは、レオナルドの自画像ではないという説もある。レオナルドの伝記を書いた作家セルジュブ・ラムリーは1994年に、モデルと言われる人物は、打倒か否かはともかくおよそ12名程度は存在する。中には、モデルなどは存在せず、レオナルドが理想の女性を描いたと主張する者も,もいるとしている。ラファエロが描いた、イザベラ・ダラゴナの肖像。 マイケ・ホクトリュールセンは、モナリザのモデルが、レオナルドがその宮廷画家を12年間務めていた、ミラノ皇妃、イザベラ・ダラゴナであると主張した。ホクトリュールセンは、モナリザに描かれている小緑色の衣装は、この女性がスフォルザ家の一員であることを示唆しているとし、モナリザは、ミラノ皇に腰入れしてきたイザベラを描いた、最初の公式肖像画であり、 1503年ではなく1489年の春か夏に描かれた作品であるという説を唱えている。2004年に歴史家ジュゼッペ・パランティがモナリザ、無邪気な女性を出版した。この書籍は過去にモナリザのモデルと言われてきた人物たちを古文章を調査した小生をもとにしてまとめ上げた文献となっている。パランティは小生から レオナルドの父がデルジョコンドの友人だったと考えられるとし、モナリザはリザ・デルジョコンドが24歳の時に描かれた作品で、レオナルドの父が友人のために制作を依頼した作品であろう。レオナルドの父は他にも息子に絵画制作を依頼したことがあったとしている。2007年には、経図学者ドメニコ・サビーニがストロッチ系の姫ナタリアとイリナが リザデルジョコンドの子孫であると特定した。2010年10月に美術史やシルバーのベンチェッティがモナリザの面の中にレオナルドのイニシャルなどの微細な文字を発見したと A 氏デイリーメールが報じた。右目にレオナルドのイニシャルである LV が描かれ、左目には CE あるいは BE と思われる記号、背景にある橋のアーチには72あるいは L2 のような文字を 高度な拡大鏡を使用することで確認できるとする報道である。この発表から間もなく、ベンチェッティはこれらの文字から、レオナルドの長年の弟子で愛人だったとも言われる、ジャンジャコモ・カプロッティこそが、モナリザのモデルであると主張し始めた。この主張に対しルーブル美術館は、ベンチェッティが実際に、モナリザを精査していないことを指摘し、2004年と2009年の、 科学的分析時に、あらゆる研究機関が調査することが可能だったにも、かかわらず、調査中に、文字や数字は一つも見つかっていない、木の板に描かれている作品の経年変化により、絵画表面には無数のひび割れが生じている。このひび割れの形状が、行き過ぎた、憶測の下で、あたかも数字や文字であるかのように見えてしまう可能性があるのかもしれないと反論している。 ウジェーヌ・バタイユが1883年に描いた美少、モナリザのカリカチュア。アバンギャルド芸術は、モナリザの著名性に目をつけた。モナリザが持つ名声は、圧倒的なものであり、ダダイストやシュルレアリストたちがそのカリカチュアを制作した。1883年に、ウジェーヌ・バタイユが描いた、パイプを吹かす、モナリザのカリカチュア、美少は、パリで一時期流行した。 インコヒーレンツ派の絵画展で公開された作品である。1919年には20世紀美術に多大な影響を与えたマルセル・デュシャンも口ひげと顎げのあるモナリザのパロディ作品 LHOOQ を残している。この作品名を声にするとフランス語の彼女の尻は熱いとよく似た発音となり描かれている女性が性的興奮状態にあることを意味している。 アメリカ人彫刻家ロンダローランドシーレイは、この LHOO q に描かれたモナリザには、リューシャン自身の自画像も一部使用されているとしている。サルバドールダリは、モナリザに噴した自画像を1954年に描いている。モナリザが1963年にアメリカで公開された直後には、アンディ・ウォーホルがモナリザを30枚繋ぎ合わせてモチーフとした、 シルクスクリーン作品を発表した。鈴木松美は合成音声にてモナリザの声を再現した音源を制作している。ありがとうございます。